はい、今度はですね、2023年令和5年、栃木県高校入試数学ですね、これの全問解説をちょっとやっていこうかなと思います。まあ、今年ね、入試終わった方本当にお疲れ様でした。でこれはね、今3月でね、中学2年生向けに実は作ってて、で、まあ、来年のね受験生向けに、この問題どうやって解くんだろうって思った時にネットでね検索した時にちょっと出てきて勉強に足しになればなと。でうちのね塾の生徒さんにも実は、まあ、過去問ね、いろいろな都道府県の過去問解いてもらったりしながら力をつけていくっていうのをやってるので、そのためのね資料としてここにね載せておきます。じゃあね早速、四角1からちょっと見ていきましょう。これまあ3マイナマイナ5なので、3足す5だからこれ答え8になりますね。で次ですね、まあ、8割る6なのでまず分数になりますね。3分の4で、文字の方が A の2乗 B っていう形になりますよね。ちょっとなんかかっこ悪いな。3分の 4A 次乗 B っていうふうになりますね。数が減るんでね。で次展開しなさいっていう、ただそれだけの問題なんで、まあ X の2乗プラス 6X プラス9と、これまあ展開の公式通りですよね。で、4番ですね。1個 XN のパンを7個と1本 YN のジュースを5本買ったところ、代金が2000円以下になった。この数量の関係を不等式で表しなさいと言ってるので、 7X プラス 5Y が2000以下だよっていうふうに書いてもらえれば OK ですね。右の図の立方体 ABCDEFGH において、辺 AB とねじれの位置にある辺の数はいくつかって言ってるので、まあねじれの位置なんでね、これとこれとあとこれとこれの4本ですよね。なので4本と、で、6番ですね、6番はどんな問題かっていうと、Y は X に比例し反比例しか、X イコールマイナス2、Y イコール8である。 Y を X の式で表しなさいって言ってるから、これまあかけてマイナス16なんで X 分の16でおしまいですよね。で、お次ですね、右の図において点 ABC は円 O 乗 O の周上の点であると、X の大きさを求めなさいと言ってるんですね。これはもう簡単ですよね。こっち側出してあげて円周角なんでね、そうすると360から134を引くのでこっちが226度になりますよね。で、中心角が226度で、その円周角なんで半分にすればいいので、113度っていうのが答えになりますね。で8番、三角形 ABC と三角形 DEF は相似であり、その相似比が3対5である。この時 DEF の面積は ABC の何倍かで、辺の比がね、2乗してあげると面積比になるんで、3の2乗が9、5の2乗が25、9対25ってことはこっちを1として考えるんで9で割ってあげればいいから9分の25倍っていうふうに答えは出ます。で、これで四角1が全部終わって、大問の今度は2の方ですね。で、四角2の方に入ります。で、四角2は、まあ、こういう問題ですね。まあ、方程式解く問題と、あとは、あれですね。そうですね。方程式の問題と、証明っていうんですかね。それが出てましたね。じゃあ、大問の2、四角2の1番からね、見ていきましょう。二次方程式を解きなさい。これ、まあ、解の公式、素直に使うしかないですよね。マイナス2の、4マイナー1だからルート3なんで x イコールマイナス2プラスマイナスルート3と、まあここら辺はね解の公式暗算でできるところはやってしまって構わないかなと
思います。で、お次ですね。ちょっと文章が小さいので大きくしてですね、ちょっと斜めってから画面に対して元に戻してあげましょう。で、ある高校では中学生を対象に、1日体験教室を各教室で実施することにした。使用できる、教室の数と、参加者の人数は決まっていると。1つの教室に入る参加者を15人ずつにすると34人が教室に入れない。そうすると 15x プラス34。また1つの教室に入る参加者を20人ずつにすると14人の教室が1つだけでき、さらに使用しない教室が2つできると言ってるから、20カッコ x マイナス2プラス14。できると。この時、使用できる教室の数を x として方程式を作り、使用できる教室の数を求めなさい。ただし途中計算も書くことと。まあ、こういう方程式ですよね。あとは普通に計算していけばいいので、20x のマイナス40のプラスの14。そうすると、5x イコール、これが、いくつだ？34の26だから、60。で、x イコール12。なので、答え、使用できるのは12教室っていう形ですよね。画面外に出ちゃってたね。で、これで、2番までが終わったわけですね。で、こっちの方ですね。3番の方に行きましょう。これ、まあ、方程式を使った証明っていうんですかね。まあ、そんな感じかなとは思います。じゃあ、見ていきましょうか。次の四角の中の、うちの先生と生徒の会話を読んで、下の二重四角の中の生徒が完成させた証明の丸1から丸5に当てはまる数や式をそれぞれ答えなさいと。まあ、見ていきましょう。1の位が0でない900未満の3桁の自然数を M とし、M に99を足してできる自然数 N とすると、M の各位の数の和と N の各位の数の和は同じ値になるという性質があります。例として583で確かめてみましょうと。583の各位の和は5足す8足す3イコール16ですと。で、583に99を足すと682になるので、各位の和は6足す8足す2で16で同じ数値になりましたと。そうですね。これは M の100の位、10の位、1の位の数をそれぞれ A、スモール ABC として、この性質を証明してみましょうと。スモール ABC の取り得る値の範囲に気をつけて、ラージ M とラージ N をそれぞれ ABC を用いて表すとどうなりますかと。M は表せそうですが、N は M プラス99で各位の数がうまく表せません。99を100マイナス1に置き換えて考えてみましょうと言ってるんですね。で、生徒が完成させた証明と。3桁の自然数 M の100の位、10の位、1の位をそれぞれ A、B、C とすると、A は1以上8以下の整数、B は0以上9以下の整数、C は1以上9以下の整数となる。この時、これ1は100ですよね。で、2も10と表せると。で、また N は M プラス99より、N は、ここが1は100ですよね。で、2も10と。で、100マイナス1となるから、ここはまあそのまま100ですよね。ここが A プラス1になりますよね。で、2番は、このまま10が入って、3番が B ですよね。で、ここは C マイナ1というふうになりますよね。で、N の100の位の数は、A プラス1、10の位が B、1の位が C マイナス1となる。よって、
m の各 e の和と n の各 e の和はそれぞれ a プラス b プラス c となり同じ値になるというところですね。まあ素直に読んでいけばそれほど難しくはないかなと思いますね。うん、で、次行きましょう。四角三、大問の三の問題になりますね。で、大問の三はまあ主に平面図形ですね。まあ作図とあと回転させた立体図形か、これもちょっと出てたのね。うん、じゃあ見てきましょうか。作図から、あれ、定規ちょっと待って、定規が定規ないとちょっとダメだね。定規と、コンパス。じゃあやっていきましょう。1、右の図の三角形 ABC において辺 AC 上にあり、角 ABP が30度となる点 P を作図によって求めなさい。ただし作図には定規とコンパスを用い、また作図に用いた線は消さないことと。これまあ、30度を作るのができれば、あとはもう出来上がりなんで、30度を作るには、まず60度を作ってあげてですね、で、角の二等分線を作るしかないですね。なので、まず、この線分 AB でコンパスの半径を取ってもらってですね、正三角形の頂点をこうやって出してもらいます。で、B とこの交点をですね、結んでもらうんですね。で、これがカメラ越しだと全然よく見えないっていうやつですね。あら、死んでてなかったね。なんで、多分ね、画面で見てる方はね、見やすくなってるんですね。カメラの真正面に置いてあるので。で、カメラを避けながらこう、作図をしてるので、見づらい。で、この角の二等分線ですね、今作った。で、これで30度を作りに行きます。で、こんな感じかな。適当に長さ変えて、こうやって、で、交点でまた、こうやって、で、B とこの交点を結んであげて、ずれてないな、よかった。ここが P になりますね。うん。P ですね。うん、見づらいかな、画面だと。まあ、こんな感じですね。うん。じゃ、2番いきましょう。右の図は AB が2センチ、BC が3センチ、CD が3センチ。で、各 ABC、各 BCD が90度の台形であると。台形 ABCD であると。この時、各1、各2の等に答えなさい。AD の長さを求めなさい。これ、まあ、三平方っていうのを使いますね。で、ここにね、直角三角形作ってあげて、そうすると1の3。なんで、これ、ルート10ですね。うん。1の2乗でルートですね。1と、3の2乗で、ルート9で、1と3を足してあげて、10でルート10になりますよね。うん。で、台形 ABCD を CD を軸として、一回転させてできる立体の体積を求めなさいと。ただし円周率は π とすると。ってことはこれサザンが 9π。台形と円錐に分けますね。そうすると 9π×2 で 18π っていうのがこっちの部分を一回転させてできると。こういうね、やつができて。で、あと円錐ですよね。で、これも底面積 9π で高さ1になりますよね。錐だから3分の1してください。3π。ってことは18と3を足して 21π、立方センチメートルっていうのが答えになりますね。うん。で、次が最後、証明かな。四角さんは。うん。で、どんな証明かっていうと、ちょっと見ていきましょうか。右の図のように正方形 ABCD の辺 BC 上に、これね、E を取り、点 E を取り、頂点、BD から、AE にそれぞれ垂線 BFGD を引くと。この時、
ABF と GAG、ごめんなさい、DAG か。であることが、合同であることを証明しなさいと。これも簡単ですよね。まあ、三角形 ABF と三角形 DAG でと。ね。で、仮定より、まあ、正方形ってもらえてるので、うん。仮定より、AB イコール、DA で、丸一。で、あと、角、AFB、AFB イコール、角、DG、DGA イコール90度、丸二。うん。で、角、どうしようかな。BAF、角、BAF イコール90度マイナス、角、DA、D じゃねえな。D になってない。DAG。DAG。丸三。ここ90度ですよね。この90度だから DAG を引いたらここが出ますよね。BAF っていうのが。同じように、角、BAF だから ADG、角 ADG も90度から角 DAG を引いたものですよね。で、3、4より、角、BAF イコール角 DAG と。で、これ直角三角形の合同条件で、1、2、これ5っておいて、丸1、丸2、丸5より、一辺、斜辺と他の 1A 角、他の 1A 角が等しいので、合同っていうふうに最後書いてもらえればいいかなと思いますね。もうここら辺でもう次行っちゃいましょう。4番、題目の4に行きますね。で、大門の4もですね、箱ひげ図の問題ですね。もう統計の問題がもう大好きですね、全国的に。箱ひげ図、見ない、出ない都道府県ないよっていうぐらい、全国的に全部のところ、全部の都道府県で出てるって言っていいぐらい出てますね。はい。じゃあ、やっていきましょうか。ちょっと横の雨がちょっとな。はい。一人の生徒 ABC、五人の生徒 ABCDE がいると。これらの生徒の中からくじ引きで、二人を選ぶとき、D が選ばれる確率を求めなさいって言ってるんですね。で、五人の中から二人を選び方っていうのは十通りあるわけですよね。十通り。で、そのうち D が選ばれるっていうのはどういうことかっていうと、まあ、D が選ばれるのは、A、B、C、E ですよね。あと、まあ、かぶりがないようにやらなきゃいけないので、B、C、E っていう形で、4、3、2、1って減ってって、D が含まれるのはこの4人だけなので、10分の4で5分の2っていうのが答えになりますね。なので、5分の2が答えと。右の表は、あるクラスの生徒35人の水泳の授業で25メートル泳ぎ、タイムを計測した結果を度数分表にまとめたものである。この時、次の括弧1、括弧2の問いに答えなさい。18秒以上、20秒未満の階級の累計度数を求めなさい。って言ってるので、全部足せよってことだから、17ですね。はい。2、7、8を全部足せばいいだけですからね。度数分布表における最頻値を求めよう。最頻値だからこれの階級値なんで、
20と22を足して2で割るだけなんで21になりますね。うん。で、3番いきます。下の図はある中学校中学3年生100人を対象に20点満点の数学のテストを2回実施し、1回目と2回目の得点のデータの分布の様子をそれぞれ箱ひげ図にまとめたものであると。この時次の括弧1括弧2の問いに答えなさい。で、括弧1、箱ひげ図から読み取れることとして正しいことを述べているものを次のあいうえ、から中から2つ選び記号で答えなさいと。まあ見てみましょう。中央値は1回目より2回目の方が大きい。これ合ってますね。最大値は1回目よりも2回目の方が小さい。これ嘘ですね。はい。範囲は1回目より2回目の方が大きい。これ20-8で12。で、これが18-6で12だから、これは嘘ですね。うん。四分位範囲は1回目より2回目の方が小さい。そうですね。小さくなってますね。なので、答えは、あと、えになりますね。これはまあ簡単ですかね。うん。で、その次行きましょう。次の文章は、1回目のテストで8点を取った生徒がいることが正しいとは限らないことを説明したものである。四角に当てはまる文を特定の2人の生徒に着目して書きなさいと。で、箱ひげ図から1回目の第1四分位数が8点であることがわかるが、8点を生徒がいない場合も考えられると。例えば、テストの点数、得点を小さい順に並べたときの場合も、第1四分位数が8点となるからであると。これまあ、全部で最初ね、100人を対象にしていると。そうすると、第1四分位数を求めるには、25番目と26番目の人の点数を足して2で割って出すっていうのがこの出し方になるんですよね。そうするとどうなるかっていうと、25番目の点が7点、26番目番目の点が、9点の場合も第一四分位数が8点となるっていうことですね。うん。そういう時もあるよねと。で、こんな感じですね。で、4番が終わりになります。で、次ですね。うん。四角5ですね。うん。次の、1、2の問いに答えなさいと。右の図のように2つの関数 y イコール 5x、y イコール 2x 次乗のグラフ上で、x 座標が t である点を ab とすると。うん。で、b を通り x 軸に平行な直線が関数 y イコール 2x 乗のグラフと交わる点のうち b と異なる点を c とすると。また c を通り y 軸に平行な直線が関数 y イコール 5x のグラフと交わる点を d とすると。この時次の 1,2,3 の問いに答えなさいと。うん、関数 y イコール 2x 乗について x の範囲が、変域が1以上、マイナス1以上5以下の時、y の変域を求めた。これはまあそのまま考えるだけなんで、すぐですよね。まあこれ、基本が分かってるからですよね。0以上50以下ってすぐ出ますよね。うん。で、t イコール2の時の三角形、OAC の面積を求めなさいと。t が2だって言ってるので、そうすると A が2で、これが10で B も2で、これに入れるので8で C がマイナス2の8っていうふうに出ますよね。
で、求めるのが OAC なので、ここの座標が知りたいので、これの AC の直線の式出して切片出しちゃいますね。そうすると、X が4増えると Y が2増えるので、Y イコール2分の 1X。で、2を入れたら10になるって言ってるから、切片9だよね、と。で、ここが9。で、ここが2。ここも2っていうふうに出るので、三角形の面積、9×4×2 分の1。で、18っていうふうにすぐに出ますよね。ここまではまあ、サクッといくかなと。で、その次がまたちょっと面倒な問題ですよね。問題見るとどうなってるかっていうと、BC 対 CD が1対4となるときの、t の値を求めなさいというふうに言ってるんですね。で、今度は t で考えなきゃいけないので、t で考えていきましょう。ね。そうすると、まあ、ここ t になりますよね。条件から。で、2t 二乗。で、こっちがマイナス t、2t 二乗になりますよね。マイナス t の 2t 二乗。あ、映ってないか。ちょっと見づらいかな。二次関数なんでね、x 座標はひっくり返る、符号はひっくり返るだけですよね。マイナス t の 2t 二乗と。で、ここが d がマイナス t の、マイナス 5t になりますよね。で、bc、1に対して CD が4だって言ってるから、BC の長さってこれ 2t になりますよね。BC が 2t と。CD はどう出すかっていうと、2t 二乗マイナスマイナス 5t なので、ここが 2t 二乗、プラス 5t になると。で、これが1対4だっていう式になるんで、これで計算してあげればいいわけですね。そうすると、2t の2乗プラス 5t イコール 8t になると。で、2t 2乗マイナス 3t イコール 0t カッコ t マイ、あ、2t マイナス3で t イコール0と、2分の3で、ただし t はちょっとね、0はなしなので、そうすると答えとして適切なのは t イコール2分の3っていうふうになりますね。で、お次、大問の5の続きか。5に関数の問題がありましたね。まあ、これは、あれですね、関数の文章題になって、出ますね。2番で、ある日の放課後、前田さんは友人の後藤さんと図書館に行くことにしました。学校が図書館までの距離は1650メートルで、その間に後藤さんの家と前田さんの家がこの順に一直線の道沿いにあると。2人は一緒に学校を出て、一定の速さで6分間歩いて後藤さんの家に着いた。後藤さんが家で準備するため、2人はここで別れた。その後、前田さんは毎分70メートルの速さで8分間歩いて自分の家に着いてから5分後に毎分70メートルの速さで図書館に向かった。ミーの図は前田さんが図書館に着くまでの様子について、学校を出てからの時間を X 分、学校からの距離を Y メートルとして X と Y の関係をグラフに表したものである。この時、次の括弧1、括弧2、括弧3の問いに答えなさいと。2人が学校から出てから、後藤さんの家に着くまでの速さは毎分何メートルかと。6分を390で進んでるんで、6で390を割ってやればいいわけですよね。そうすると、6で30、6で30で5だから、分速65メートルっていうふうに出ますよね。で、前田さんが後藤さんと別れてから自分の家に着くまでの X と Y の式を、関係を式で表しなさいと。で、これ639と14の900、8、950か。
950っていうのになってるんで、これまあ連立といてあげればいいですよね。紙なんでもいいや。これでいいや。そしたら、そうすると、6の390っていうのと14の950、そうすると x が8増えると、でもこれ分速もらえてるんだね、最初にね。70m でもらえてるから、傾きがこれ y=70x は確定なんだ。傾きもらえてるからね。で、そしたら、じゃあこの6と390で B を求めてあげればいいと。そうすると390=420+B ってことは B=-30 ですね。そうすると y=70x-30 というふうになりますね。で、後藤さんは準備を済ませ自転車に乗って、毎分210メートルの速さで図書館に向かい、図書館まで残り280メートルの地点で前田さんに追いついた。後藤さんが図書館に向かうために家を出たのは家に着いてから何分何秒後かですね。で、まず、280メートル前で、前田さんは分速70メートルで進んでるので、280メートルから着いたのが25分ですよね。で、1650-280 なんで、y が、1370かな、になるよね、と。で、前田さんは、後藤さんは210メートルで進むと。で、どれくらい進むかっていうと、1370-390なんで、980を、分速210メートルで進むということなんですね。そうすると、これ、3分の、3で割って、7で割ってか。3分の14か。3分の14になりますね。で、そうすると、かかった時間が3分の14分になるわけですね。道のり割る速さなんでね。3分の14分ってどれくらいかっていうと、4分、40秒っていうのがわかるよねと。そしたら、25分から4分40秒を引くと、20分20秒っていうことになりますよね。で、家に着いたのが6分なんで、6を引いてあげると、どうなるかっていうと、14分20秒。家に着いてから14分20秒後に、出発したっていうのがわかるよっていう問題ですね。で、これで、四角五、大問の五が終わってですね、四角六の方に行きますね。四角六はまあどうなんでしょうね。そんなに難しくなかったかなっていう。まあ、こういう問題に慣れてない生徒さんはちょっとね、戸惑うかもしれないですね。で、ちょっと全体を映しましょうか。で、バーッと行きますね。はい。四角六。一辺の長さが、n センチ。n は2以上の整数の正方形の板に、図1のような一辺の長さが1センチの正方形の黒いタイル、または斜辺の長さが1センチの直角二等辺三角形の白いタイルを貼ると。板にタイルを貼るときは、黒いタイルを1枚使う貼り方1、
または白いタイルを4枚使う貼り方2を用いて、タイル同士が重ならないように、板に隙間なくタイルを敷き詰めることとすると。で、まあ、貼り方1、貼り方2ですよね。で、例えば N イコール3の場合について考える。図には黒いタイルを7枚、白いタイルを8枚、合計15枚のタイルを使って板にタイルを敷き詰めた様子を示しており、図3は黒いタイルを4枚、白いタイルを20枚、合計24枚のタイルを板に、タイルを敷き詰めている様子を表していると。この時次の1、2、3の問いに答えなさいと。N イコール4の場合について考える。白いタイルだけを使って板にタイルを敷き詰めた時、使ったタイルの枚数を求めなさいと。そうするとこれ 4×4 ですよね。まず大きいマス目が。で、それに4枚ずつ使うから、まあこれ64ですよね。なので64枚というふうにすぐに出るかなと思いますね。で、2番の方いきますね。2番の方はどんな問題かっていうと、N イコール5の場合について、黒いタイルと白いタイルを、合計49枚使って、板にタイルを、敷き詰めたとき、使った黒いタイルと白いタイルの枚数をそれぞれ求めなさいと。で、黒いタイルのところを X、まあ、マスを X。で、白いタイルのマスを Y としましょうか。そうすると、X プラス Y が25。で、使ったタイルの枚数は、X プラス 4Y イコール49。っていうふうになりますよね。使ったタイルの枚数と、使う正方形の数で連立を作ったんですね。で、これで計算をしていくということですね。そうすると、まあ、これ引き算してあげて、まあ、下から上を引きましょうかね。そうすると 3y イコール、24で y イコール8で白いタイルのマスが8マスっていうことになりますよね。で、黒いタイルのマスが17マスなので黒はそのまま17枚で白は、4×8 で、32枚ですね。で、合計で49枚っていうふうに出るかなと思います。で、3番ですね。次の文章の1、3に当てはまる式や数をそれぞれ求めなさいと。これ、まあちょっとアップかけましょうかね。求めなさい。ただし、文章中の A は2以上の整数、B は1以上の整数とすると。N イコール A の場合について考える。はじめに黒いタイルと白いタイルを使って板にタイルを敷き詰めたとき、使った黒いタイルの枚数を B 枚とすると、使った白いタイルの枚数は A と B を用いて何と合わせるかってことですよね。で、まずマス目が A の2乗で、使うマス目が B 枚引いてあげると。で、それがA の四角いマス目の使う数になるんで、それを4倍してあげればいいよねってことで、1は4括弧 A の2乗マイナス B 括弧閉じっていう風になりますよね。で、次にこの板の貼り方1のところに貼り方2に、ところを貼り方2に、貼り方1のところを、貼り方2のところを貼り方1に変更した新しい正方形の板を作った。この時タイルの枚数の合計は、初めに使ったタイルの枚数の合計よりも225枚少なくなった。これを満たす A のうち、最も小さい数は、その次に小さい数の値は、たかであると。なるほど。これは式作るしかないですよね。そうすると、初めに使ったのは、どういうふうに表すかっていうと、まあ、白。は、今出したですよね。4括弧 A の2乗マイナス B。で、黒はプラス B ですよね。で、225枚少なくなったから、今度は逆にしてあげればいい。そうすると、引き算してあげるわけですね。で、黒の枚数、要するに、
黒が白になるんで、白は 4B って表すことができるよね、と。ね、白はこれ4を取ってあげればいいので、A の2乗をマイナス、B っていう風になりますよね。で、こいつが黒の枚数に入れ替わるよ、と。で、この差が225だよね。で、これをまとめていきます。そうすると 4A 事乗マイナス 4B プラス B マイナス 4B マイナス A 事乗、プラス B イコール225。で、そうするとこれが 3A の事乗を、マイナス 6B イコール225。で、3で割れて A の2乗マイナス 2B イコール75っていうところまで来るかなと思うんですね。で、そうすると A の2乗ってこれ9が最小になりますよね。なんでかというと8だと8波64で75よりも小さいんで、さらに引いちゃうと小さくなっちゃうよね、と。で、9だと81っていう形で、81引く、まあ、2B で、B がこれ、3になるんで、これ9は、2は9になりますよね。で、次10っていきたいんだけど、偶数引く偶数って奇数にならないので、11になりますね。なので、9と11が答えになるかなと思います。この辺はね、パッとこう計算で一つの答えが出るっていうよりは当てはめて考えて探していくっていうタイプの問題になりますね。以上で解説を終わりにします。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、コメント等いただけると次の動画の作成動機になりますのでよろしくお願いします。受験終わった人、本当にお疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。